名前を聞いてもいい？それじゃあ先に進もうか。この辺のモンスターは大して強くはないけど、君は俺の後からついてきてくれ。NPC はプログラムされていない会話には反応しない。でもこの子の場合はそういうのとは違う気がするんだよな。よし。おっと、先に進むには戦闘。ここで待っていてくれ。到着だ。ん？どうした？ここに来たかったんだろ？はい。これ。ん？1コル。報酬メニューが表示されたってことは、この1コルがクエストだとすると、このクエストはとてつもなく美味しくないぞ。NPC を目的地まで護衛するクエストの労力を考えれば、結局この NPC の名前が表示されていない理由もわからないし。どうぞ。あ、ごめん。おい、どこ行くんだ？ひょっとしてクエストが終わったから町に戻ろうとしているのか。システム的に考えれば帰り道に彼女がモンスターに襲われたりすることはないんだろうけど。なあ、ちょっと待ってくれ。はい。町に帰るんだったら一緒に行くよ。わかりました。どうにも腑に落ちないな、このクエスト。あまりにおかしな点が多い。町に戻ったら少し調べてみるか。町に到着だ。お疲れ様。やっぱり変わった NPC だな。クエストをクリアしたっていうのに特に何かを語るわけでもないし、全く内容のないクエスト、割に合わない報酬。この子のクエストは何かあるとしか思えない。いや、ゆい。まったく、どこほっつき歩いてたんだか。ん？よーリズ。それにみんなも一緒か。ちょうど今どこに行っているんだろうって話をしていたところなんです。目を離すとすぐにフィールドに出て行っちゃうもんね。バカ言うなよ。ショップ巡りだってするぞ。時間経過で掘り出し物が入る店があるかもしれないだろ。はいはい。ちょっと、また女の子を引っ掛けてきたの？そういうのじゃないって。ていうか、またってなんだよ。あれ？その子のカーソルの色、もしかして。クエスト NPC だ。でも、ちょっと変わっていてさ。変わってる？クエスト NPC といえば、いろんなタイプがいるとはいえ、ベースとなる話があって、それに合わせたセリフを言ったりするだろ？だけどこの子は、クエスト開始時もクリア時も
それらしいことは一切発生しなくてさ、本当にただ目的地に連れて行くだけのクエストだったんだよ。一度で終わりじゃなく、続きもののクエストとかですかね。その線も考えたんだけど、なぜ話が全く見えない。まあこの子が気になるのはそれだけじゃないんだけど、ゲームを開始した日から俺はこの子に見続けられていた気がする。そんな、これは一体どうした、ユイ。パパ、その NPC は確かに普通ではあり、あ、何かおかし、順を追って説明します。通常 NPC には必ず役柄や性格などが設定されます。それって例えば町娘とか商人の子供とかそういうこと？はい、それにより NPC たちは与えられた役を演じるのですが、その NPC はそうした設定が全てぬる、値が設定されていない初期状態なんです。値が設定されていない？わかりません。制作スタッフのミスなのか、プログラムの不具合なのか。キャラクターの役割が未設定のままのクエスト NPC。 名前が表示されないのもそれが理由か。じゃあその子は自分が誰で何の目的があって存在しているのかもわからないって。おそらくな。なんか不憫な感じよね。そうですね、名前がないっていうのもちょっと。名前？そうだ、あ、考えるって名前を？だってそうじゃないと呼ぶとき困るじゃない。もちろん本人が気に入ってくれればだけど。そうね、ちゃんと名前で呼んであげたいな。どんな名前がいいかしら。やっぱ可愛い名前がいいですよ。名前？ああ、君の呼び方を考えようとしているんだ。私の名前、そういえば名前を思い出せないです。それはちょっと忘れただけじゃないかな。だから思い出すまでの呼び方。いくら NPC 相手でも名前がないから名前を考えてるなんて言えるわけがないよ。やっぱそれかな。いいんじゃない。はい、文句なしです。ん、決まったのか。うん、かわいい名前だよ。あのね、プレミアちゃんってどうかな。プレミア？特別な存在って意味か。それもあるけど、もう一つ、英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。幕開けか、なるほど。ということで、あなたを呼ぶときにプレミアちゃん。プレミアちゃん。ああ、ちゃんのところは違うからね。プレミア、どうかな。別にどう呼んでも構いません。本当の名前は思い出せませんので。うん、それじゃあプレミアちゃんって呼ばせ。はい。それでこれからこの子はどうする。訳ありの NPC と知ってしまった以上、放っておくわけにもいかないよな。なんでこの子がこんな状態なのか原因もつかみたいところだし。じゃあしばらくは私たちが面倒を見るってことでいいかな。まあ NPC を束縛するわけにもいかないから、ずっと見続けることはできないだろうけど。じゃあできる限りで。これからよろしくね、プレミアちゃん。よくわかりませんが、よろしくお願いします。設定のないクエスト NPC な。不具合なら運営に知らせた方がいいとは思うけど、それに不自然なクエストといい、彼女のことをもう少し追ってみた方がいいかもしれない。